皆さんこんにちは。え、セパール修道会の山内神父です。カトリック入門の今日は第139回でイエスの洗礼のことについて考えてみたいと思います。皆さんの中で洗礼を受けたり、また洗礼式に預かったりされた方もいらっしゃると思います。洗礼には。 どんな意味が込められているでしょうかまず水を使うということによってこの「清める」という意味があります例えば私たちも洗濯をしたりしますけれども洗うことによってきれいになっていくつまり罪を洗い清めるというそういう意味が一つにはあります第二番目に 死をイメージするものです深く水の中に沈めることによって死がこうイメージされていきます例えば泳ぐのが難しい人にとって水というのはとても怖いものです自分が溺れてしまうのではないか沈んでしまうのではないかそういう意味で水は死のイメージを合わせて考えることができるでしょう そして水はこれは再び生きる例えば私たちが喉が渇いたときに水を飲むことによってまた生きるものとなっていきますこういうふうに洗礼の時に使う水の中には清めるということしそして生きる再生の意味を持っているというふうに考えることができるでしょう さてイエスはヨルダン川で洗礼を受けていきますこの洗礼の中にはどんな意味が込められているでしょうかこれはイエスの好生活の始まりでもあります洗礼者イハネはルカ福音書の3章の中で次のように語ります「罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼」 を述べ伝えていきましたおびただしい罪人徴税人兵士パリサイ派サドカイ派の人々また娼婦たちもやってきてヨハネから洗礼を受けます彼らは自分が罪深いものと感じたりまた洗礼者ヨハネの前で本当にこう自分たちがこう 新たなものになりたいそんな思いで洗礼を受けたのでしょうイエスの場合はどうでしょうか聖霊が鳩の形でイエスの上に下りこれは私の愛する子と宣言しそして天から声が聞こえてきますこれはイエスをイスラエルのメシア 神の恩子として表す出来事であったとも言えるでしょうイエスにとってのこの洗礼そしてまたこれからの働きの上での使命というのはどういうものがあるでしょうかイエスの立場からするとこの洗礼は神の苦しむしもべとしての使命を受託することであり またこのの開始とももなるものですイエスは私たち罪人と同じような立場に立たれていきます罪がないにもかかわらず私たちと同じような人となりそしてまた同じような苦しみを受けられていくイエスは世の罪を取り除く神の子羊であり流血の 主の洗礼を先取りりしておられる方でもあります恩父の耳を余すところなく従い私たちの罪の許しのために死の洗礼に愛を持って同意することですでに正しいことを全て行っておられます。イエスのこうした受諾に応えて恩父からの声があり恩子が ご自分の心にかなうものであることを示されていきますその点でも父である神に対してとても従順な姿をイエスはこうした洗礼を通して実現しまた実行していきました受託の時からイエスを満たしていた聖霊が彼の上に下りそしてとどまっていきます イエスは全人類のために霊の泉となっていかれるのです洗礼の際アダムの罪が閉ざしていた点がイエスに向かって開いていくのですイエスが水に入り霊が下ることによって水は聖化されていきますこれは新しい創造ともいえるものでしょう イエスはご自分の洗礼においてその死と復活を先取りされていきます。キリスト者は洗礼の史跡によってこのイエスに同化されていきます。キリスト者はこのへりだりと悔い改めの神秘に預かりイエスと共に水に下らなければなりません。まあ今私たちは洗礼というと 期待に水を注いでいきますけれども、昔はこの水の中にこう沈められる形をとっていました。まあ、そこには死をこう想起させる。そういうものも込められているものです。まあ、こうしたイエスの洗礼、それはイエスと共に水から上がり、水と霊によって再生し、新しい命を生きることになっていきます。 まあこのことについてはパウロがローマ書書の6章の章中でいいていきますそこにはアダムの罪から拭われていくイエスのこの洗礼の素晴らしさまた洗礼の恵みをパウロは語っていきます同じように恐怖が次のように語っています「洗礼によってキリストと共に葬られましょう」。 キリストと共に復活するためにキリストと共に下りましょうキリストと共に上げられるためにキリストと共に上がりましょうキリストにおいて栄光を受けるためにこういうふうに洗礼をこう考えてくる時にイエスの洗礼というのは私たちの洗礼の先取りでありまた イエスが本当に謙虚に歩まれたその姿を私たちも習っていく姿が見えてくるものです今日はイエスの洗礼についてお話をさせていただきました最後までご視聴いただきありがとうございましたまたお会いできることを楽しみにしております